約束の10時を過ぎてしまいました。一向にボブちゃん来ません。どういうことだっちゅう。 Why? Why American people? 時間にルーズ。 Why? おはようございます。今何時ですか。10時26分。約束何時でしたっけ。10時。あらららら ら, ら。あ、でもコーヒーはしっかりと。いやさっき電話した時にさ、はい、もうすごい荷物持ってるんで先にコーヒーはゲットできませんとか言ってたけど、はいはい、ちょっとそのパンして、その自分の荷物、はい、愛してねえじゃねえかよ。いやめっちゃこれね40キロあります。あーお前40キロとりあえず早く取っていい。待たしてるから。そうですね、ハンさんも混ざってるんですよ、まあ、ハンさんもね混ざってるんですね。行きましょう。チャチャンチャンベル。三二の。はいどうも。はい、来ましたね。来ました、また。また戻ってきちゃったねここ。いや僕らのね大好きな場所ですからここは。ハーフムーンベイでございます。はい。いやだってあの時さ釣りの回面白かったもんな。いや面白かったです。うまくいったしね。ほんまっすよ、大量でしたからね魚。あれ？ちょっと待って。あれ食べた。ちょっと待ってね。はい、すいません。あれハンサムじゃないですか。あれどうしたんですかハンサムさん。ボビちゃん、トムちゃんじゃないですか。何やってんのこんなハーフムーンベイで。まさかタカちゃんがいると思わなかったよ、ね、え、いつもここにいるんですか。スラムとハーフムーンベイといえばタカちゃんでしょ。いや何やってんの。いや実はお腹空いてて、うんうん、できればなんか食べたいなと思ってなんか食べに来たんだよね。なんかうまいもん食えんのかな、はい、シーフードとかと思って。なんかあります。この前のあの、はい、ね時も話したけどハーフムーンベイといえば最初に出た言葉は。わかりました、ダンジャネス。そうカニなんですよ。カニ、カニか。そうちょうど今日ね、はい、カニ僕買いに行こうと思ってたんですよ。えマジですか。たまたま前回はあのじゃあちょっと前回の VTR 前回の VTR もうちょっと振り返ってみましょうか。ミミズみたいな。え、くさっ。おめっちゃビビってますやん。まあこのハーフムーンベイはね、はい、あのダンジネスクラブっていうサンフランシスコ名物カニの季節は、はいはい、あっちのハーバーから、漁師さんからカニを直接買えるのでね、言ってたでしょ。あ、言ってた言ってた言ってた。ハーフムーンベイではカニでもどっかで手に入れることは可能なんですか。できるんですよ。どこで。そう、漁師からカニを買いに行けるんで。え、漁師から直接買えるんですか。そうです、行きたいです。それどこに行けばいいんですか。あ、もうね、そこあそこそうここのハーフムーンベイの漁港のカニ漁の人がめっちゃ集まってる。そう、漁師から生きたカニを買えるんですよ。段取りすごいですね。すごいね。じゃあ一緒に行っていいですか。あ、いいですよ。あの一緒にはい、カニ、あの買って、うんうん、また作っちゃいます。食べたいですね。またついてきます。お、あ、最高じゃんこれ。おもろい。え、タカちゃんなんで知ったのここ。僕はもうほんと十何年以上前から。え、じゃあ家族で来たりとか。うん、もうそれこそ昔よくバイク乗って、タカちゃん昔ハーレー乗ってたんですけど。本当に。本当本当ハーレーで。バイク乗れんのタカちゃん。僕はそうなんですよ、僕全然知らなかった。バイク16歳から乗ってて、後ろにあのカニくくりつけて、ああ持って帰ってたんですよ。へえ、ギュッと。ウニもあるじゃん今日。あ、ウニ、ウニ買いましょうか。ちょっと待って、食べたい食べたい食べたい。生きてるウニって書いてる。うん、はあ、最高。ウニもやりちゃいます。タカちゃん処理できんの。できるできる。最高じゃんこれ。見て見て、あの袋の中ウニ取れるんですね。うんね、行列。おお、いっぱいいる。タカちゃんこれ最高だね。まだ生きてますよ。うん、いやすげえ面白い。ここは子供たち連れてきたい。そうそう、これは
アルバコアって。アルバコアってビンチョウマグロみたいな。寿司グレイ。Wow, very fresh. Oh, awesome. Flash frozen. Can we see the fish? Is it okay? Sure. You want tuna or salmon? If we could look at a salmon, that'd be awesome. Okay. Oh, すげえ。Make a decision. Yeah. Okay. You want the king salmon? Pound. Oh, it's not that. There's an albacore.わあ、すごいね。What would we about average pay for a whole fish? Well, I'll just tell you. Yeah. Nice. $7. That's the albacore tuna, right? Yeah. It'd be $99. Ah.これで99ドル、まあ100ドルで1匹減らない。You can sell a little piece of it for $100 to your neighbor. Awesome, thank you so much. You're welcome. Appreciate it. すげえ面白い。You're welcome. もう行列できてんじゃん。これカニ用の行列か。超楽しみになってきたんだけど。One big one. Thank you so much. How you doing, man? Great, how are you? Great, we're here to get a crab, we're excited. Oh yeah. Okay.Cool. He's gonna cook for us. Dude, you must be like a restaurant chef or something like that. Also our kitchen. You don't have to pay. So it's 17. I just keep the change. It's all for you, man. Thank you. Thank you. Thank you. Is this the average price of a Dungeness crab right now, like per pound? You know, this is the livest stock market on the planet. Got it. You know what I mean? Mm-hmm. So if you ever go into the restaurants, you wonder why it says market price. Yeah. It's because like we don't even know. We are like one of the only industries still to this day that we only like.Can go out weather pending. Yeah. You know what I mean? So that's all there might not be no seafood because there's a huge storm or whatever. Yeah, and yeah, like yeah. all this backstock, blah, 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 blah. But it's a huge industry gotcha. With a lot of moving parts. So we can't always just say, well, this is a standard because the ocean yeah. has no standard. Awesome. That's kind of how it goes. Awesome, man. Thank you so much, man. Take care. So, このまま海がありますからね。てかさ、これ見せてなかったわ。タカちゃん、ちょっと開けてもらっていい？はい。俺安いか高いか分かんないけど立派。あでも結構大きいじゃん。でこれで今1パウンド8ドルですよね。で大体2パウンドだったから17ドル、だから3000何本ぐらいか。そんなもんか、うん、まあ俺の感覚だとやっぱレストランで食べるから安いなって思うんだよね、はい、でも本当ちょっとここはねやっぱりもう地元漁師さんだからちょっと値段結構高かったんですけど、アジアンスーパーマーケットからと今パウンド5ぐらいなんで10ドル、1500ぐらい一杯1500円なんで結構食べやすい、手が出しやすいですよね。うん、でも結構カニはハイで言うんですか、一杯で一匹ですか、アメリカでですか。アメリカだと One pie. そうだ、パイが出てくるから、アップルパイが出てくるから。そう、アップルパイ。そう考えると、サーモンもだし、ウニも、ここら辺で取れてるのが日本に行ってますね。そうですね。アラスカ海峡でしょ。もうだから日本で食うよりこっちの方がフレッシュってことですね。そう、ある意味、ある意味そうです。取れたてですよね。それお得だよな。そう。見てこれめっちゃ頼んでるよ。あれ、ああ、もう Did you get the starfish too? Wow. Are you gonna try the starfish? I never have before. 人で買ってる。 You bought it? Or did you just give it to you? No. Well, I $60 for that. $5 for that. And he said you could eat it.Yeah. How are you going to cook it? Well, there's somebody here that just done it before, and he says... Did you say it tastes good? She's going to be my research development. So. Good luck to you. Good luck to you. すげえ、人で買ってた。今値段がない。これ割れてるやつもあるけど、これ何なんだろうね。彼がもうやってくれてるってこと。これたまに開けたら全然痛いとか言うんですよね。そういうこともあるあるギャンブルですね。調理大変？ウニですか？パカパカパカ、うん、醤油とかある？なんか醤油あるん、あります。スプーンとかがそのお箸3つ持ってきたから、はい、あ、こうやってで出てきたやつをこうガバってやるみたいな。それタカちゃんか。これこうやってやろう。いい、それで。それでいいじゃん。One big one and one small one, we're thinking? One big one and one small one. Yeah.
$14. もう一個ぐらい買うか。Can you get one more actually? Okay. $23. Yeah, I'll give you a little free one. It's a little skinny. So. Oh, you're awesome, man. Thank you. Appreciate it. チャンチャンチャンネル。おお、全然違う、全然違う。全然違うじゃん。じゃあ、あげなくていいですか。もう目あげたいんで。で、最後にこれを。うわー。チャンチャン。